ただいま電話に出ることができません。ピッとなりましたらメッセージをどうぞ。お姉ちゃん、私連絡くれないから出てきたよ。お母さんもお父さんも心配してるよ。ねえ、今どこにいるの？もう録音できません。私の姉と連絡が取れなくなって半年、事故か事件に巻き込まれたのか、地元の警察にも相談したけれど、手がかりは何もない。姉は行方不明だ。この音、何の音？そういえば昔からこんな音がしてた。この音がすると必ず嫌なことばかり起きてた。あなた、そこのあなた。え？おかしいな、空耳かな。いいえ、空耳ではありませんよ。私はここ、ここです。こんにちは。あなたには優れた能力があるんです。不満そうね。でも私の語りかけた声が聞こえたでしょ。あなたはあの音が聞き取れる人なんです。え？聞こえてたでしょ、あの音。音？あの音は赤外音階って言って、普通の人には聞き取れない音なんです。あの音が聞き取れるあなたは普通の人とは違います。優れた能力があるんです。実は
っていますか。この世は破滅します。破滅？私たちはとあるセミナーを開いています。でもよくある怪しいセミナーではありません。未来に選ばれた新人類しか参加できないセミナーなんです。よかったら一緒に来てみませんか。とっても素晴らしいセミナーですよ。いいです、そんな変なセミナー。そうですか。でもあの音が聞こえたんでしょ。それに私の語りかけた声も聞こえた。そうでしょ。それに行方不明のお姉さん探してるんでしょ。なんでそのこと。私そんなことしたことも言ってないのに。ようこそ地上の楽園へ。あなた方は選ばれた人種なのです。お姉ちゃん、今この部屋に集まっている方々は、私たちが発した赤外音階の波長を聞き取れる優れた新人類なのです。聞こえるでしょう。この音は普通の遅れた過去の旧人類の方々には聞き取ることができません。この音を聞き取ることができるのは、来るべき世界に生きる権利を持つ新人類だけです。世界は滅びます。邪悪な魔の手が間もなくやってきます。あなた方未来に選ばれし新人類だけが新天地地上の楽園へ行くことができるのです。ですが、このままではあなた方は外の世界へ行くことができません。私たちがこれから行うイニシエーションを受けることで、外の厳しい環境でも生きて行けるようになるのです。さあ、どなたからイニシエーションを受けになりますか。時間がないのですよ。危険が迫っているのです。私から。そのイニシエーションってあなたが行ってくれるんですよね。ええ、私でよろしければ。
イニシエーションを受ける前に一つお願いがあるんですけど。どんな？あなたと二人きりでお話がしたいんです。いいですよ、いずれあなたも私たちの同志ですものね。緊張しちゃったな。緊張したら喉乾いちゃったな。喉乾いたから何か飲もうかな。何かあったよな確かな。こぼしちゃった。こぼしちゃったじゃないよ。何やってんだよ。びちょびちょじゃないかズボンが。どうしてくれるんだ。検証してくれよ。じゃあまずトイレ行きましょう。トイレ。トイレ。はい。トイレ。すいません。トイレどこですか。トイレ。トイレ。はい。トイレこっちだよ。こっちよ。すいません。ごめんなさい。もしかして飲み込んで乾かすのか。はい。はい。結構頭いいね君。行きましょう。始めましょうか。私たちもここでの滞在が長くなりましてね、それでいろいろ調べてみたんですよ。私たちが何も調べてないと思いましたかねえ、ハトリトリ。はいはい。まんまと潜入に成功したと思ってるんじゃないんですか、地球防衛軍の特殊工作員さん。あれ、これはひょっとしてあなたの負けですね。ねえ、ハットリトリ。そうそう。すいません、すいません。どうしてくれんだよ。ジーンズびちょびちょじゃないか、これ。これ買ったばっかりなんだよ。切らなきゃよかった。これ縮んじゃうよ、また。すいません。すいませんじゃないよ。すいません、自分、いや、僕、ちょっと地方から出てきたばかりで、だと思った。服いっぱい持ってますから。あれ、ほんと？服いっぱい持ってますから。すいません、すいません。もし僕のでよかったら、ズボン履いてください。ちょっとサイズが合うかな、どうかな。なるほどね。ここから両足出すんだ。おって何を出すんだこれ。ごめんなさい、すいません。絶対これだったら多分大丈夫だと思うんです。はい、これだったら。かっこ。
私がいただいて。でもどうする、どうするって仕方ないだろう。早くうちの新人と合流しないとまずいぞ。そうだよな、新人のあの子地球防衛軍に入ってまだ間もないもんな、今頃素性がバレて喉にナイフ突きつけられてるかもな。そうかもな、まあ、とにかくさ、ここまで来たんだから早く敵の本体を抑えないと。いや、だってでもあいつ監視いるぜ。しょうがねえだろう。だからそこをな、お前が張り倒すとかぶっ倒すとかしろよ。え、俺？そう、お前。長いことこんな駅地にいて平和ボケでもしたか。寄生生命体イルミナティめ、まさか来ていたのか。痛い肝臓を痛ダーステラディテクター、もうこの星にいらしてたのね。いらっしゃい、あんたと来まして。イケメンに生まれたかったね、トリトリ。お母さん、こっちで痛いから。ああ、ごめん。すごい武器ですね。新型？どっから来たの？中国？ロシア？それともイスラエル？お前の知らない地域の気候だ。どこ行くの？決まってんだろ、奴らを抑える。見てみる。
だって見つけたぞ侵略行為の犯行現場を。インターステラディテクター。残念だったな、寄生生命体イルミナティ。我々の刑事機構から逃れられると思うね。小賢しいわ。我らが復興するために集めたこの星の人間の数はもう十分に。拉致した地球人はもうすでに我々の工作船へ転送してあるわ。遅かったな。どうなってんの？何？あいつだ！あの女を逃がすな！今の俺の弾が当たって死んだんだからな。違いますよ、私ですよ。俺のだよ、私です。俺のだって。私ですよ。敵どうした？敵は。先輩遅いですよ。遅いですよ、毎回毎回後から来るんだから。走るだけは早いなお前な。あれ、あ、終わっちゃった。終わりましたよ。あいつ大丈夫か。あれ、今そんなこと言ってる場合じゃない。先輩聞こえますか？私たちは
は無事敵の工作船内に入りました。今敵と交戦中です。おお新人大丈夫か。いや心配したんだよ。ここの工作船がいる座標を転送します。それでこちらの位置が分かるはずです。援軍待ってます。おおこれは敵のやつらの工作船こんなとこに隠れてたんだ。新人意外とやるじゃん。まあそりゃ俺の部下、まあ言ってみれば彼女の先輩は俺だからな。いや先輩って俺のことのはずだけど。よし本部に戻って進撃だ。奴らを全員ぶっ倒して人質を奪還するぞ。地球防衛軍の力見せてやる。あちょっと君のお姉さんは大丈夫。我々が必ず救ってみせます。っておいちょっと俺を置いてくだよ。お姉ちゃん。Stop.